とことんやり込む、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日はコメントいただきました。ありがとうございます。幸運をつけて、闘志の締め具がどれぐらい出るのか検証してみてくださいということですね。確かに、闘志の締め具、出にくいです。なぜかっていうと、ガントレット系は、3つユニークがあるからですね。マウラーズと、魂のフィストと、闘志の締め具、3つなんですよ。他の武器って、大体2つなんだよね。2つか1つしか、ユニークがないのに、ガントレットは3つあるんですよ。なので、確率的に出にくくなってるとは思います。今日は、幸運装備しました。これで、古代狩りをやっていきます。さあ、どれぐらい出るのでしょうか。で、古代狩りは、こんな感じですね。これが、ハテナハテナハテナを出すために必要なセットでございます。ミステリーのウィンド棒、槍、ふわふわの羽。まあ、羽は何でもいいかな。うん。変わるやつがあれば何でもいいと思いますけども、これで 94%、出していきましょう。2時間ぐらいやれば、答えが出てくるんではないでしょうか。2時間回ります。で、ちょっとレベル下がるの嫌なので、終わったらリセットはします。いや。あー、これ、焦げついてるから嫌なんだよね。んで、こいつが出すのが、デュアルクロスボウと、刀、そして、ガントレットと、ゴーストリーアーマーか。結構量が多いんですよね。これ出るかわかんないな。次はどうでしょうか。絶妙にね、死なないように火力調整していかないといけないんだよね。外れ。次はどうだ。じゃあ、ダメか。これ出ないな。それでは、周回終わりました。2時間ちょっと行きましたね。で、難易度はアポカリプスの17でやっております。うん。低い方が周回がはかどるので、下げてやっておりますね。で、結構出たと思う。古代人結構倒したよ。全部で、あ、こっからだね。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11。11。34個。34体の、古代人を倒してます。で、出た締め具が、1、2、3。3だ、3! 3か。34分の3。まあ、11回に1個。まあ、10回に1個ぐらいだね。出ればいいぐらいですね。やっぱりね、あの古代人は、そうね、ガントレットと、刀、デュアルクロスボウ、ゴーストリーアーマー、4つ、ものを持ってるので、その中で、ガントレットを引いて、さらにそこから、3分の1の闘志の締め具、それを引かなきゃいけないので、なかなかシビアかもしんないですね。あ、でも、ソウルフィストも3つ、マウラーズが4つか。ああ、まあまあまあ、そこは均等に出てる感じですね。でもやはり、闘志の締め具、なかなか出ないみたいです。なかなか厳しいね。はい。ということで、検証結果、2時間ちょっと回って、古代人を34体倒しました。で、その中で、闘志の締め具が出たのは3個。11分の1ぐらいですね。それぐらいの確率となってます。幸運を装備してこれだけですね。なかなか厳しいです。ということで、またやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価をよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。